ます。どうもどうも、ハンターマウンテン。めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃ天気がいい。これがハンタマですよ。ハンターマウンテン。いや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 。はい、今日はですね、なんとこの今日ね、なんすかそれ。これね、ちょっとね、ちょっとみんながね、ちょっとなんすかこれ。ドラッグとかに悩んでると思うんですけど。これ緑のなんすか。これね、すごい商品なんです。どういう商品なんすか。これドラッグだけっていうやつ。ドラッグだけ。そう、名前だけにドラッグ防止っていうか、はい、ドラッグしにくくなる、はい、すごい優れものです。これなんでこれを、つけたかっていうと、はい、このハンマーヘッド、はい、ハンマーヘッド、はい、このグレイっていうのは、はい、ちょっと足のサイズによって幅がちょっと狭いんです、ね、はい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 、そうすると足の大きい人だったり、うん、まあ、普通のサイズでもねドラッグしちゃうんですよこれ、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからこれをつけないで滑ってたらドラッグしちゃってたんですよね。あ、そうなんですか。ものすごく初めての、経験で、はい、もう全くもう滑りたくないっていう感じになっちゃうんで、はい、でそこで見つけたのがこのドラッグだけ。これ何センチぐらい上がるんですか。これ1センチぐらい上がります。あ、1センチ上がるんですね。1センチぐらい。そんな1センチ上がっただけで全然変わっちゃうものなんですか。乗った瞬間もう王様って感じ。王様というとなんかほら立ち位置が上っていう。あ、なるほど。そう、ちょっと高くなってきて上位に立てるってことですね。上から目線でいけると。上から目線でいける。なるほどなるほど。ただ滑りかどうなるか。はい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 、はい、その滑りですよ。はいはい。ちょっとこれ1本滑ってみてどんな感じになるのか。いいですか、ちょっと、はい、ちょっとセッションさせていただいて。ありがとうございます、はい、じゃあそれではまた後ほど、はい、行ってみましょう。レッツゴー。これがドラッグだけですね。そうですね。で今回ほらこの今、はい、マジで流行りのステップオン。あ、ステップオン。ステップオンにドラッグだけ。おで、はい、グレイのデスペラード、はいはいはい、ね、ハンマーヘッドね、はい、でこれでちょっとね滑ってみたいと思います。めちゃくちゃかっこいいですね。ね、これがどうなるか、このね組み合わせね、はい、ちょっと滑っていきましょうね。はい、ということで1本いってみました。見た、やばいっすね。1本目であんなに切れますかい。待って、いや、なんすかそれ。これすごい、あのね、はい、安心感半端ない。安心感半端ないですか。半端ない。なにこれ、これ外したくない。外したくないですか。外したくない。外れてたらどうなるんですか。多分ドラッグする。ドラッグする。あと、いや、やっぱりね、パワーパワーパワー、パワー、くっつきがもうすごい。すごいんですか。深くまでもう入るっていうか。あ、なるほどなるほど。そうそう、位置が高くなった分ね、例えば1センチだとしても、はい、ものすごくパワーなんですよ。はい、だからこれがね、もうちょっとね体勢崩しても、はい、大丈夫。戻る体が、これすごい。ちなみにこの足の感覚っていうのはどんな感じになるんですか。あ、これね、デメリットっていうのかちょっと分かんないんですけど、はい、ちょっと今までね、僕はそのボードと、はい、そのブーツの間のその感覚、はい、
ちょっと楽しんでたんですけど、はい、今回は、はい、楽しんでた、はい、その感覚が気持ちいいんでね、はい、今回なくなった。あ、なくなっちゃったんですか。うん、なくなったけど、はい、その分、メリットがもうたくさんある。ああ、うん、じゃあデメリットもあるんですけど、メリットの方が上回ってるんで、結果的にはいい、結果的にはいいってことなんですね、うん、あともう一個、はい、ちょっと重い。重いんですか。ちょっと重い、ちょっと、だけどその分、だからそのパワーパワーと、そう、あとやっぱりその、重量、はいはい、その分やっぱり重くなった分、はい、食いつきが半端ない。あ、そうなんですね。うん、これはもう、ちょっと大好き大好きちょっとこの次ね、違うボードにもねちょっとつけたいなと思うので、じゃあまずこの後は私1本普通に滑ってみて、このドラグだけを お借りして 滑らせてもらってもいいですか。返してね。返せたら返しますじゃあそれではまた、はい、はい、それでは2本目行ってみたいと思います。